那覇空軍海軍補助施設は沖縄県那覇市のおろ半島にあった米軍基地。瀬ナ島と現在の那覇空港に広がる広大な米軍施設であった。航空自衛隊の那覇基地として移管され、また残りの土地も1986年に返還が完了し、跡地開発が進んでいる。瀬ナ島は瀬ナ島海かじテラスなど観光客で賑わうリゾート施設となった。 ナハ空港がある、オロク半島は、そのほぼ全域が、米軍基地として、長らく接収されていた。ナハ海軍航空施設那覇サイト、ナハ港湾施設ナハサービスセンターナハ空軍、海軍補助施設ナハホイール地区5つの施設である。沖縄戦の占領から、継続使用され、さらに1953年に、さらなる強制接収で、完成な商工や視、貸視観、 軍属などの住宅地として幼稚園、遊園地、ゴルフ場、PX、銀行等が作られた。1965年から十数回に分け変換が行われた。西側は航空自衛隊の破棄地へ移管され、東側は住宅地として、また、瀬長島はショッピングモールや市営球場として開発された。1972年の変換協定時の 状態現在の那覇空港がある場所は、かつては、島尻郡オロク村と呼ばれていた。1933年8月、日本軍が、旧オロク村、大峰の土地を強制接種しおろく飛行場を建設した。1945年6月4日、米軍が、半島北側の鏡水から上陸、大田実海軍中将率いる、旧海軍との壮絶な、 おろくの戦いが展開された。沖縄戦の後、米軍は各種空港施設を建設し、おろく村ぐしの多くも、すでに軍用地として占領されていた。住民は民間人収容所に送られ、米軍がぐし、宮城、甲羅、赤峰の住民に既存を許可したのは1947年8月のことであった。米軍はこの時点ですでに、 おろく村の面積の七十点四五パーセントを占有していたため、住む場所を奪われた住民は、米軍が廃棄したテントを張ったり、トタン吹きの仮住まいを建て、そこに何世帯かが同居することも稀ではなかった。戦前のおろく村は総面積三百九万九千八百四十六坪を所有しており、12部落で人口九千人、個数千八百0個で、文化、経済、 教育、その他のあらゆる側面で恵まれ喧嘩でも屈指の裕福農村でありましたが、図らずも去った太平洋戦争の結果、戦前所有していた土地の70、45%を軍用地に使用され、現在ではわずか192万4277坪しか残されておらず、余つさえ人口は1万4000に増加し、余儀なく密集生活をしているのであります。 小六村村長、長峰秋夫から1953年1月27日に、琉球政府に提出された、陳情書愚子の、銃剣とブルドーザー1953年12月5日、米国民政府は、さらなる軍用地を強制摂収するため愚子に武装兵を出動させ、いわゆる銃剣とブルドーザーで、残りの土地の約2.4万坪を強制摂収し、那覇空軍、 海軍補助施設とした。那覇サイトとともに航空自衛隊那覇基地として十数回にわたって分割され空自、那覇基地として移管された。また東側は住宅地となる。1986年10月31日に返還が完了する。米軍基地、那覇空軍、海軍補助施設と那覇ホイール地区はそれぞれ航空自衛隊、那覇基地と陸上自衛隊、 那覇中屯地に移管された。自衛隊に移管された土地以外の変換された東側の跡地においては、おろく近城地区、甲羅上原地区、ぐし宮城地区の3地区で土地区画整理事業が実施され、郊外型大型店舗の進出や那覇市のベッドタウンとして発展した。また、富ぐす市の瀬長島は、市営の瀬長島野球場やリゾートホテルとモール、 瀬長島海ウテラスなどが開発され、観光客に人気のスポットとして賑わっている。沖縄の米軍基地瀬長島沖縄県跡地開発、那覇空軍、海軍補助施設、沖縄県島尻軍おろく村座、大峰の土地所有権回復に関する質問収書。www.shugin.go.jp2021 年1月1日閲覧。 小野広子、清水はじめ、池田隆幸、長峰はじめ生、戦後の沖縄集落の住民によって継承された、民族空間及び、集落空間秩序の研究一沖縄県那覇市9、五六村地区の非接収集落の変遷及び、再建過程を事例として、p 五十一民政府府礼第百九号、土地収容令、一般社団法人沖縄県軍用地等地主会、連合会、 www.okinawa-tochiren.jp2021、ok、年1月1日閲覧琉球新報海火テラス集客追い風も増収減益 WBF リゾート3月期決算2016年5月14日18時3分ありがとうございます